優勝を目指さないのかい。優勝なんか一切目指しません。育成の年なのかい。3年目に優勝したいな。最下位になってもペナントはまだ半分だぜ。皆さん帰ってください。監督に就任、ビッグボス新庄、ビッグボス春のキャンプコーチをバカみたいに呼びまくっていた。シーズン開幕連敗続き、忘れちまった勝ち方、大谷なんていないぜ、中田翔もいないさ、若手育てるしかないさ。ああ、ハム負けないで、ボスが思うほどに弱くはない。ああ、清宮泣かないで、負けっぱなしくらいじゃ終われない。優勝を目指さないのかい。優勝なんか一切目指しません。シーズントライアウトかい。レギュラーなんか一人も決まってません。万波諦めたのかい。ペナントはまだ半分だぜ。ありがとう。万波泣かないで、ボスが思うほどに打てなくはない。ああ、まだ追いかけて、クライマックスから優勝してみせろ。心情の胴上げ見せてくれ。